さあ決勝です、大井戦争ジャージャムコ M ダッシュ VS ゲーセンのレバーを折らないでください。さあまずじゃんけんをしてください。さあ去年の決勝でも多分モンテ三強とグランドウォーリアーとチーム名、相方も違いましたが大将戦は M ダッシュ対 U 五段でした。さあ今年も相方は違えど決勝に上がってきたこの2人、さあこれでまずは 02UM の優勝が決まります。さあデュエリングザケイオフ、デュエルシーズン、ケイオフ 2002UM 決勝戦スタートを倒して始めてください。ワンピンに座っているのはゲーセンのレバーを折らないでください。アキッサ VS スピガー大井戦争ジャージャムコ。さあやはり M ダッシュ対 U5 段は対象対決のようですね。さあクーラーに変えてきた初手をアキッサですが、さあちょっと下りましたが昇龍取っているしっかり昇龍スピン昇龍、おっとこれはうまい、キンディから大昇龍でダメージの上ではシャンフェイより、さあこれは反角ではないのか。さあやはり決勝戦になるとお互いミスが目立ってくる。ジャンプリージャンプシー、さあ早らしい、さあ早ければ悪いというわけでもありません。早くても当たりゃいいんです。さあここは反角にならない、ガードしている。さあだが K ダッシュだ、まずは渡辺の内当てていく、おっと前転が当たらないというのも急な雷光剣無敵がない。さあ相手をしていると一気にダメージが変わっていく。さあゲージを止めて、さあジャムコの裏シルビーがちまちまとダメージを送っていく。ギシ前へ、さあキャラを知らないのかこれは。さあキャラバーで、あーっと今のはなんだ、写実の踊りか、写実が出ましたが投げが決まる。さあきっちり弾でダメージを取ってきて最後ボール、前転が決まる。しゃがみし刺さって大所戦。さあだがキスタクーだけ出してのかけてゲージが大量。さあ岩井ポパはちょっとじりじりの状況ですが、まず2点使っていく。4割ゲット、おお同じ状況だ、残り1割。はい、コマンド投げオンリーコマンド投げオンリーでまず1勝。大井戦争じゃさあ M ダッシュ大将が出てきます。さあそしてゲーセンのレバーを折らないでください。ユーゴダン、ここでユーゴダンが勝てば昨年の雪辱を晴らし優勝となります。さあ逆に M ダッシュ正念場です。さあここを K ダッシュで同型を避けてくる。大スピンから大バイス、大バイスやり返す。まあ反則でありませんが、さあお互い感覚を伸ばしている感じはあるが、上は歩いている。
なんとかできれば大きくその後は変わってくる。冷静に立ち回ってるルムダッシュ、やはりこの男がブラックで神足ガギャン。さあ投げは決まらない、追っかける超量バランス、あーダイバイツはなんギリギリ当たらなかった。さあ取り、さあ先に試射したのは M ダッシュ、やはりこの男を倒さないと優勝できないのか。投げ返す、取る、着実にダメージをやってるのは M ダッシュの方だ。15段ちょっと後がない感じ、アキーラー逃げの一手、15段苦しいぞ。おースピンで帰ってくる。さあどこまでも冷静のこの男、さあ格闘エリンドとしてさまざまなタイトルをやっておりますが、やはり強いですね。さあだからユーゴダン、このゲームを象徴するキャラの一人、ネームレスでマックス戦士昇竜、アヌーラの位置取りが非常にうまい。バカな怪我してゲージを作っていく、そう前を一切当てないこの立ち回りが非常にやらしい。さあ常に前の外からチクチク嫌がらせをし、ここで前を引っ掛ける。はい、シュート、さあゲージがないぞ、ユーゴダン、まずはシュート決めてジャンプ投進、アイスショックでかけていく昇竜、ああ M ダッシュの A ダッシュがダメ足、ジャンプと足を刺す。さあ冷静だこの男、さあこの直接対決は M ダッシュが勝利しました。さあ優勝するにはあと1戦、どちらもこの1勝を果たさなければ優勝を栄冠を得ることはできません。ワンピーがゲーセットでは終わらないでください、アキスタバサスピーが大井先生じゃ M ダッシュ。さあこのゲームは珍しくクーラー同キャラからスタート、先にワンコンボ決めたのは M ダッシュ、あクーラー同キャラには一律の蝶があるのか、アキスタ、まあ、ゲージは M ダッシュがやや有利、差し込んでいく、さあ勝利をきっちり取って前打ちからジョリアン投げて、もっと隙間はいかなかったか、ジャンプそのまま逃げている、ジャンプ投進、さあ秋久先生、さあこの人このゲームやってないはずなんですけどね。さあだがこの K ダッシュ、ここを抜かないといつまでも粘られてしまう。さあうまく、まあいいから
前出して仕掛けていく。うわー、まだそこは待ってます。硬い立ち回り、 M ダッシュ。さあ体力10割で中堅戦、 K ダッシュ同キャラ。おっと、なんだちょっと無駄ったか。ドラッキー側の黒い K ダッシュがアティスター、ツーピー側のジャイロの K ダッシュが M ダッシュです。さあ昇竜で切り返して、そこから置き攻めはバックステしてるの、そこで。集団か、おっと身につめれない。さあまだワンチャンスあるが、引っ掛けていく。あー、読み合いでここはしゃがんでた。さあ、おー、ここはすかし、読めるか、すごいすかし選択するな、おい。おっと、あー、荒れてる。さあ、お互いちょっと冷静になりましたが、さあ、ジャンプと、ジャンプ D が刺さって、まだあるぞ、キサ。さあ、とっさの判断というのはなかなか難しいですね、やっぱりこの速いゲームだと。さあ、ゲージはお互い2本対2本と7割。さあ、状況によっては全然どちらも勝ちが拾える。さあ、だが逃げられない、決められない。まだ、だが1ゲージ、投げが通る。さすが、さすがというべきか、 M ダッシュ優勝。3連覇ですね、これね、3連覇です。 4? 本当に4連覇です。すいません、勉強不足でした。はい、じゃあ4連覇の M ダッシュさん、4連覇の M ダッシュさん、ちょっと一言ください。じゃあ最後に究極大志向やりたかったんですけど、まあ残念でした、あいつ弱すぎるんで。うわディスられていくあいつ弱すぎるあの結果はあとはの試合でシルクをつけてください。じゃあ、 ジャムコさん一言、あとの、あ、はい、いや、もう相方飯最高でした、ありがとうございました。相方飯だろうが勝てば良いのだ。さあ、ということで、商品でございます。今回は盾をご用意しております、どうぞ。あとで、写真撮るんでよろしくお願いします。ということで、大井戦争じゃ、デュエリングザクエフ12シーズンの、02M 部門覇者は M ダッシュジャムコでございました。おめでとうございます。